プラスチックで食べる素材って味気ない、そんな思いから生まれたプロダクトになります。こちらのプロダクトはですね、海水のミネラル成分を 75% 含んだナゴリという素材で作ったマウスになっています。世界でですね、海水を淡水化するときに残ってくる濃縮水というものがあるんですが、そちらのですね、残渣に含まれるような海のミネラル成分が世界の海にですね、そのまま捨てられてしまっているという現状があります。そういったところに注目しまして、もう一度ですね、海のミネラルというものを社会に還元していくことで海の豊かさを守ろうということで、そういったコンセプトのもとにですね、この名残のマウスというのを開発しました。海水から抽出されたミネラル成分を我々が持っている混ぜる技術、コンパウンド技術によってプラスチックと混ぜ合わせることで、通常海水のミネラルが持っていないプラスチックの成形性であったりだとか、落としても割れないといったプラスチックの特徴を付与した、そういったコンセプトで作ったマウスになっています。最近の研究で名残には抗菌性があることが分かってきています。今まで質感や食感、そういったところだけに注目していたのですが、こういった抗菌性も合わせて身の回りの様々なものも、例えばこういったタンブラーであったりとか文房具であったりアクセサリーのようなところ、いろいろな身の回りのものに使っていただければと思っています。種です。